9月15日に映画公開を控えた俳優菅田将暉主演のフジテレビ系月9ドラマミステリという勿れ2022年1月期が土曜プレミアム映画公開記念ミステリという勿れ特別編として9月9日午後9時から放送される。菅演じる主人公の久能生が通う大学の同級生相良蓮役で志尊淳が出演することが11日決定した。同作は菅演じる主人公久能生が膨大な知識と独自の価値観による時に優しく時に鋭い持論を淡々と述べているだけで登場人物たちが抱える様々な悩みも事件の謎までもいつの間にか解きほぐされてしまう新感覚ミステリー。原作は月刊フラワーズ小学館館で2016年に連載をスタート。累計発行部数1800万部を突破した超人気コミックだ。